リトル・ドリットは、チャールズ・ディケンズの小説。1855年から1857年まで、月刊連載。日本語訳は、小池茂役。ロンドン南部のマーシャル・シー債務者監獄では、借金を返済できない者らが、家族ごと投獄されている。マーシャル・シーの父とも称されるウィリアム・ドリットは25年間も、ここに入っており、その次女で、主人公、リトル・ドリットこと。 エイミー・ドリットはこの監獄で生まれ、外の世界を知らずに生きてきた。40代になるアーサー・クレナムは、老いた母がいるが、ドリット一家が、自分の父によって、負債を負わされたのではないかと考え憂慮している。大金持ちのマードル・スパークラーの息子のエドマンドは、エイミーのアネファニーに関心を持つ。ミングルズの娘ペットに、クレナムは愛情を覚えるが、ミニーは、 ヘンリーがウワンと結婚してしまう。だがクレナムはドリット家に大きな財産があることを発見し、ドリット一家は監獄から出てイタリア旅行に出かける。これまで1913年、1920年、1934年、1988年に映画公開、2008年に BBC よりテレビドラマ化、作品自体高い評価を受けて、 プライムタイムエミー賞作品賞を受賞した。ありがとうございます。